はい、皆さんこんにちは、こんばんは、山木和之です。今日はですね、楽器本体のお話をちょっとしてみようかなと思っています。皆さんの使っている本体、楽器そのものですが、今どういう状態になっているか皆さん自分で知っていますか？新品を買って、使い始めた状態と3ヶ月経った状態、それから6ヶ月経った状態、1年経った状態、2年3年と経っていった状態、これは、見た目に楽器本体に例えば傷とかへこみとか、まあ多少ついたとしても、それ以外の部分というのは必ず変化が起きています。まず具体的なお話をすると、トーンホールを塞いでいる担保、キーについているバネ、いろんなキーを動かすために、注入されているオイル、これらが使っていくうちにだんだん消耗していったり減っていったり、バネでいうと錆びていったりということが起こっています。今日は自分のテナサックスを、楽器店の方に実際持って行って、リペアの方とお話をしながらですね、調整をしてもらおうかなと思っています。それでは行ってきます。はい、というわけでですね、楽器店の方に到着いたしまして、こんにちは、お世話になっております。こんにちは、お世話になっております。すいません、撮影してます。はい、あのですね、はい、僕の、まあ、あのいつもの楽器なんですが、はい、ちょっとまあ気になることがですね、はい、いくつかございますので、まあ油切れだとは思うんですが、はい、まあ、ちょっとノイズがひどいかなというね、はい、気がしておりますんで、右手が結構ガチャガチャし始めているので、はい、方法があれば、まあ、汚いのは許してください。いつもの通りで汚いんで。そうですね、まあ、できればちょっと一回分解して、まあ本当はね、本当はね、あとこの C シャープのなんかガチャガチャっていうのはどうにかなったりするもんですか？そうですね、これもちょっと油差し、油差し、はい、うん、大丈夫なのと、うん、左手は特に気になる。左手はあの、まあ、前回ちょっとやってもらってるので、うん、まあ、だいぶいいと思うんですが、うん、あとは小指のところが、そうですね、 C シャープはちょっとあの金属音があの気になってるので、はい、なんとかなればと思っているのですが、はい、ローラーも油詰めですか？ローラーが結構オイル切れになると、あ、金属音ガッチャンガッチャンがうるさくなっちゃって、うんうんうん、そうですよね、ローラーは大事ですよね、あげた方が、うん、あんまり気にしてなかったな。たまには気にしてあげてください。すいません、申し訳ございません。ここも錆びちゃうと、ね、ローラーの意味もなくなっちゃうから、まあ、そこだけなんぼの部分ですよね。小指ね、せっかくローラーになってるから。そうなんです、悪くなってから来るのが山木でございます。今日はね、タンポやめてたから。以前あったんです、タンポが破けたまんま使ってたっていうね。先生、ここ破けてますよみたいなね、途中交換受けました。
ガッチャンは後ろですよね、この指をこう閉じてバッと離した時のこの、うん、ガシャガシャガシャっていうのは後ろ、後ろか、あー、うん、そうか。ガチャの、ね、うん、原因ってそうやって分かってればね、すぐ改善できますもんね。そうですね、放っといちゃうと、うん、まあ、大体オイル切れだから固着しちゃったりとか、ローラー回らないとかありますよね。うん、うん、ある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 、ローラーなのに、うん、せっかくね動くシステムになっているのに回らなくなっちゃったり、テーブルキーがないです。上の方、はいはいはい、固くなってきちゃってるんで、あ、だからちょっとガチって言うんですね。うん、で、そうするとね、締まりも悪くなっちゃって息漏れになっちゃうんで、ちょっとそろそろ交換時期、うん、特に ね、吹き口に近いから痛みが早いのもあるんですけど、ですよね。まあ、あとは扱いが悪いですからね。もうバレてると思うんですけどね、綺麗にして綺麗に使ってる方だと思ってるんだけど、俺の中では。いやいや、専門家に言われちゃうとはいって言うしかないですけど、やっぱりね、綺麗にしてくれています。連動のところ、はいはい、重要ですよね。そうですね、そこ狂ってると本当出ないですからね、音ね。楽器に光の棒を入れて、隙間があるかないかも作業中でございます。見えますかね、この光が。光が外に漏れてなければ塞がってるよっていうことですもんね。そうですね、うん、光る棒。はい、とりあえずね、今ちょっと見ていただいてますけど、あ、やっぱ俺この、ここのバネとか錆びてますね。やべ、これも交換しないといけないですよね。超いい音しますね、うんうん、ちゃんと塞がってますね、はい、これ、あの、ポイントですよね、ちゃんと塞がってる時にこのポンっていうのね、うん、自分でも、ね、重要ですよね、すぐ確認できる。そうです、こう皆さんちゃんと全部こう一回塞いで一箇所指をやってあげると、やってあげた時にそのね、ポンって、うん、あのちゃんと閉じてればそういう音がするので、ね、うん、これ見てもらった方がいいですよね、うんうん、でもバッチリ、うん、微妙なね、そのやっぱりあの調整って大事ですよね。そうですね、実際こう、でもやっぱりしゃべりながらここはしてこうしてっていう、うん、
のがあった方がリペアする方としてやりやすいですよね。そうですね、実際使ってどうかっていうのを聞きながらできるんで、うん、ですよね。あと音程云々も少し対応できるもんですか、うん、例えば上げ、ね、開き上げたいとか下げたいもできますよね、うん、そうですね、そうですよね、うん、ということで皆さんぜひね、あの楽器店に行って楽器のね、あのメンテナンス結構大事なんでやるといいと思いますよ。はい、ということでですね、リペアの方から帰ってまいりましたけれども、やはりですね、使っていくといろんな場所に不具合というのが多少なりとも出てくることがお分かりいただけたんじゃないかなと思うんですね。で、実際自分が吹いている時にいろんなその楽器の音以外の、例えばキーのノイズだったり、ついているローラーの不具合、タンポの状態であったり、演奏以外で楽器に対して気をつけてほしい欲しいことがですね、まあたくさんあるんですよ。人間の体と楽器本体っていうのを同じように考えてもらいたいんですね。ちょっとなんか調子悪いなって言った時には必ず、専門の方に見てもらう。初期予防っていうのが体を悪化させないためにいい対策ですよね。楽器も同じです。すごくひどくなる前に楽器店のリペアの方に、見ていただいたり、ここはどうなんですかっていう相談をしてみたりするとですね、自分の楽器がもっともっと、使いやすく、それから演奏をしていても、楽しかったり心地よく吹くことができるようになると思います。ぜひ今使っている自分の楽器少し疑ってみましょう。実際その音が出れば OK っていうレベルよりはる、まあ、かに上の話になるのかもしれませんけれど、せっかく自分が今使っている楽器が調子が悪くて本当は直したら今まで吹けなかったものが吹けるようになるっていう可能性も出てきますし、自分だけでは解決できないことっていうのもあると思いますので、ぜひ専門の方に楽器を見てもらうっていう行動を起こしてみましょう。最後まで動画を見ていただきありがとうございました、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それから、Twitter と TikTok やっています。 TikTok では演奏動画も上げていますので、ぜひフォローしてください。それでは皆さん、さようなら。